久保田くんの文豪坂口安吾のおじやはスープ作りに3日かける。これね、まあ、おじやを、坂口安吾の全書に載ってるおじやを作るという記事ですけども、久保田くんが本当に坂口安吾が好きで、はい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 、プロフィールにボードゲームと坂口安吾をこよなく愛しているって書いてあって、あ、本当だ。元から書いててね、なんか、はい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 、本当なんですよ。で、途中今回の記事で唐突に鳥の柄を似てるところで、うん、鳥の柄怖いなっていう、ちょっと怖いなっていう写真があるんですけど、正面向いて、これって坂口安吾の顔真似なんですよ。で、絶対いらないじゃん、いらないことしてる、いらんことしてんなと思って、で、俺もそう原稿を読んでて、これもしかしてやり取りしてるときに、これもしかして顔真似ですかって言ったら、そうですって。で下の、あ、うまいかもって言ってるのが、これは普段の顔なんですけど、髪型をわざとこう坂口安吾っぽくちょっと持ち上げて、はいはい、眼鏡かけてるんですよね。ああ、そうなんだ。うん、で分かりづらいなと思って、顔真似ですか、うん、そうですって言って、その後になんか、まあ、彼からね、こう、説明があったのが、絶対説明いりますよね、はい、誰も安吾の顔知らないし、僕の普段の髪型も知らない、でもしませんっていうコメントがついてて強い意志で、そうですね、ここはなんか唐沢さんとは逆の昔のサブカル感がちょっと彼にはあるなと思って。あ、なるほど。まあでもこういう、なんていうの、原稿に謎というか分かんないとこ入れとくのは僕も好きなんで、はいはいはい、じゃあこれでっていうことにしました。そうなんです。これ僕、勘違いして、ええ、普通にこの写真すごい笑ったんですけど、うん、この顔真似には気づいてなくて、ええ、寝起きなのかなと思って。ああ、いや、なんか、メガネで。なんでここで坂口安吾の真似を、なんでこのタイミングとは思うんですけど、まあ入れたかったんでしょうね。そうだったんですね。うん、なるほど。はい、まあちょっと分かった人は笑って、分かりづらいよって突っ込んであげてほしいなと思います。はい、で彼はね、なんか本当に坂口安吾好きで、はいはい、やり取りの中でただのファンみたいなメッセージが来てて、このおじやが載ってる坂口安吾の8巻のに、前週の8巻に高千穂神社がに来た時の写真が載ってるって。これが昭和29年に高千穂神社に来た坂口安吾の写真、はい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 、はい、運命すぎって運命すぎファンみたいなこと言ってるんですけど、運命すぎ。あ、でもすごいですねこれ。へえ、まあその同じ8巻に載ってたっていう、職場がですね。そうですね、職場が載ってるっていうので興奮してました。あとね、久保田くんのが働いてるのは高千穂神社なんですけど、その近くに荒立神社っていうのがあって、そこが久保田くんのおじいちゃんがやってる神社なんですよ。でね、そこにね、そこがね、今ね、推しの子っていう流行ってる漫画、はい、あれに登場するんですよ。へえ。でね、推しの子で出てきて、なんかやっぱその聖地巡礼みたいになってるんですけど、それについては全く興味がないみたいで、なんかそんな話みたいですみたいなんで、すごい坂口安吾が昭和29年に来た話と比べるとすごい熱量の低さで言ってました。へえ。彼ね、なんかまあ原稿アップ前にいろいろやり取りしてるんですけど、はい、余計なこと原稿に書いてあるんですよね。なんか最初この前の大沼の時にとキャプションでね、一般的には神職が扱うもので、その後にイラストなどで巫女が大沼を握ってるところも多々あるが、実際にそういう姿はほとんど見ないって書いてあって、で僕はその巫女と神職っていうのは多分一般的に区別ついてないだろうから、その、はい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 、巫女は神職に当たらないとか注意入れてよって入れてくださいって言ったら、嫌味で書いただけだったんで削りますってあ、性格悪いって。もまあそれ結構ちょっとエッジ、大概いつも原稿最初もうちょっとエッジがついてるんですけど、だんだん少し削って出すみたいな感じですかね。あ、まあ分かりますね、うん、分かります、分かります。あと石川君も去年のベスト記事に挙げてたお父さんの失踪、あの原稿の入稿された Google ドライブドキュメント読んでたんですけど、はい、変な注釈がついてて、
ある時、はいはい、父、その同業者を集めた、なんだっけ、ちょっと今、6階建てのビルを持つ会社に、を神戸に作ってん。その会社のところに住む時、会社自体が今もあるとか、と。はい。悪いところからって、悪いところの娘が大物女優だったとかとか、そういうね、余計なこと書いてあって、俺もちゃんと誰ですかって答え、こうやって聞いてるんだけど、これは全然返事がなかったです。誰だったんだろうな。いや、これ今度会ったら聞きたいです。そうですね。なんか久保田さんは、ちょっと僕らと同じ流派。あ、そうなんですよ。ね、まだ30歳なのに、若干昔っぽい路惑的なところがあるんですよね。そうですね。なんかそれ以降のジェネレーションはそんなことないじゃないですか。はい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 。みんな素直でいい。そう。そうなんだけど。素直じゃない悪い子が。よりいるぞっていう。頼もしいですね。そういう人が一人いるのは、うん。で、すごいやる気もあるしね。そうですね。